もの場所で待ち合わせよ。僕のワゴンで岬へ行こう。春まで何日かかるんだろう。きっと君も退屈すぎて仕方ないだろう。車の鍵がどっか行っちゃいました。どこだ？なんか昨日どっか置いた覚えもないんだよ。寝る前にどっか置いた覚えもないんですよね。いやー、これじゃ出れないよ、こっから。車が動かないよ、鍵がないと。そんな？どっか行く？鍵。外つけっぱで誰かに持ってかれちゃった。そんなひどいことする人いる？おいおい、本当にどこ？本当にないよ。大変だよこれは。とりあえずもらったアンパンマンチョコでも食べながら落ち着こうか。どこ？あったー！ここさっき探し3回ぐらい探したぞ。上着のポッケ。あったー。はい、じゃあこれから富山駅前に歌いに行こうと思います。時刻はだいたい6時ぐらいですね。人はどうなんでしょうか。ちょっと行ってみないとわかんないので、行ってやってみたいと思います。じゃあ富山駅前に行きましょう。多分駅員さんに注意されるけど、富山駅のここでやりたいと思います。なぜ生きてゆくのかを迷った日の後のささくれ、夢追いかけ走って、転んだ日の後のささくれ、こんな糸が何になるの、心もとなくて震えてた風の中をた、この糸はあなた、今日この糸は私、織りなすのはいつか誰かの傷をかばうかも知れない。あーでも糸はあなた。お疲れ様でーす。じゃあ路上ライブから帰ってきて、昨日釣りに来た浴衣漁港にまた来ました。釣りをするつもりはないんですけれども、なんとなくここにたどり着いちゃいましたね。路上ライブはですね、駅の警備員さんが結構厳しくて、まあ結構早い段階で止められてしまって、まあそんなに歌ってるつもりもなかったので、そこでやめてしまいました。路上ライブの結果が、まあこれちょっと両替して5000冊になったんですけど、合計で、7050円ですね。 CD は3枚売れました。あとおばあちゃんが団子をくれましたね。今日の夕飯はこいつとこいつです。いただきます。
うまっ。あんまりこの団子好きじゃないんだよな。でもせっかくくれたので美味しくいただきます。あ、うまいわこれ。うまかった。ごめんばあちゃん。うまい。ああ、なんかそんなに歌ってないけど疲れましたね。うまかった。ごちそうさま。ところだね。天原市キャンプ場ですね。いいキャンプ場ですね。けど僕テント持ってないから車中泊ですけど、テント欲しいな。キャンプしたいっすね。今日はここでのんびりしよっかな。お気づけしておいた。昨日、おととい釣ったアオリイカ。おお、すげえ。うわー、いいね。今日はこれを夕飯に食べたいと思います。染みてますね。こんな感じになりました。美味しそう。米を炊きます。で、さっきこいつらを買ってきました。こいつもね、今日はお気づけ丼を作ろうと思います。うまそう。大葉さあ、今回はうまく炊けたのか。オープン。うわぁ、いいね。じゃあ、このままですね、この土鍋を丼ぶりにしてお気づけ丼を作っていきたいと思います。じゃあまずはイカちゃんを乗せていこうか。主役の。うわ、贅沢だなこれ。そして大葉ですね。大葉を散らしてネギですね。ネギたっぷりいこうか。で、ここにトゥメゴ。わお、熱い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 。暗くなってきちゃったから中行こうか。うわ、うまそう。やば。で、最後に軽く醤油をかけてみて。うまそう。うまそう。アオリイカのお気づけ丼でございます。いっちゃがり。卵。うわー、いいね。うまいんかな、イカは。果たして。いただきます。イカさんがね、うまいかが問題ですよ。うわ、うん、うまい。うわ、うま。うわ、味染みてんな。ちょっと醤油が強いかな、でも。大葉がいい。うわ、これ最高ですわ。これ朝から何も食ってねえから余計染みるわ。氷で一応冷やしたからアニサキスとかは大丈夫だと思うけど、心配だけどね。ちょっとごちそうさまでした。あとはお夜食に残しておきます。はい、ということで美味しいご飯もいただいて、いろいろやっていたらもう夜の11時になってしまいました。今日もすごくいい日でしたね。うん、今日の出費と残金はこちら。はい。明日からどうしよっかな。
石川の方に入りたいんですけど、まだ写真が全然撮れてないので、朝早起きして頑張っておじいちゃんおばあちゃんの写真をたくさん撮って石川県に入ろうと思います。石川は能登半島は何回か能登半島には行ったことがあるので、先っちょの方は行かないで、七尾かな、七尾ら辺を通ってから金沢の方に向かって行きたいと思います。じゃあ今日もいい日でしたね。本当にありがとうございました。おやすみなさーい。僕があなたに贈る言葉、一つ一つに意味があります。それでもあなたは忘れるでしょう。待っては溶ける雪のようさ、散らかる